西海学園高等学校は、長崎県佐世保市春日町にある私立の高等学校。略称は、西海学園。海軍少将を退役したばかりの菅沼、修二郎によって1925年に創立された西海中学校を前身とする。2009年に創立85周年を迎えた。佐世保市内の私立高校の多くが女子校であるため、西海学園は、 長い間男子が進学できる市内唯一の私立高校であった。造船を機関産業とする佐世保市のニーズに即して造船課を併設していた。全日制家庭普通課、情報ビジネス課の二学科。学校法人再開学園、高校、努力聞くの絵を背景に、校の文字を置いている。作詞は中島愛郎。作曲は海軍軍学隊による。ブレザー。 男子はネクタイとチェックのズボン。女子はリボンとチェックのスカート。愛服には白色のベストを着用。交渉と航訓にちなみ、菊公会と称している。大阪や福岡に支部を置く。菊の紅葉遅延創設者の菅沼修二郎は平戸藩の学者だった菅沼良平の次男。後継者だった兄、帝風が溶接したため修学が困難となり。 海軍兵学校に入学して学問を収めた。海軍においては兵学校教官や人事局員を歴任し、1924年に退役した直後に佐世保市から助役へ推挙されたが辞退して西海中学校を創設した。開校当時の佐世保には大学、陸軍士官学校、海軍兵学校への進学に対応できる。 普通中学が長崎県立佐世保中学校しかなく、1学年の定員も200名程度しか確保できなかった。そのため、毎年150名程度の不合格者が発生しており、菅沼は彼らを受け入れ、海軍指揮の厳格な礼儀作法を根幹に、高等教育を推進した。最下院の公明と菊の交渉は、当時の佐世保陳府司令長官、 伏見宮広安王によって考案された。また効果は海軍軍学隊により作曲、贈呈された。敗戦後は海軍職が薄められているが、依然として軍学隊の効果は使用されている。運動部や体育授業の掛け足号令も、旧海軍同様に、1、2、12を用いている。2学期生、ありがとうございます。